のびは、大岡翔平の小説。1951年に、展望に発表、翌年に、草原社から刊行された、作者のフィリピンでの戦争体系をもとにする。死の直前における人間の極地を描いた、戦争文学の代表作の一つ、第三解読売文学賞、小説賞を受賞している。大岡は1948年より従軍期、 不力を発表しており、その初稿の執筆直後より、不力を補足するための作品として、伸びが着想された。日常の視点をもとに戦争を描写することが特徴であった、不力に対し、その手法では、表現できなかった描写として、熱帯の自然を彷よう孤独な兵士と感情の混乱を表現するため、本作はファンタスティックな物語として構想された。 大岡自身の体験をもとにした不力期に対し本作は純米たるフィクションである。戦中の場面の描写のための手段として主人公は狂人に設定されており戦地における殺戮、孤独、人肉食などが取り上げられている。大岡は自身の作品について多くを語っていたが中でもこの伸びに対する関わりは強く原稿に手を入れる数も多く 生涯にわたってこの作品のことを気にかけていた。題名の伸びとは春の初めに野原の枯れ草を焼く日のことである。この作品にはカニバリズムが出てくるが、大岡はエドガー・ーランポーのナンタケット島出身のアーサー・ゴードン・ピムの物語が、この作品が全体の枠になっていると書いている。マルヤ・サイ,イチは文章特本において、修辞技法の個々の技法を説明する際、 例文を、すべて本作品とシェイクスピアの諸作品によった。大岡翔平の代表作の一つであり、大岡の最高傑作の一つとの声や、今世紀最大の文学の一つとの評価もある。日本国外での評価も高く、翻訳版の出版も多い。1959年に、市川今2015年に、塚本深也がそれぞれ映画化している。太平洋戦争を末期。 日本の劣勢が固まりつつある中でのフィリピン戦線でのレーテ島が舞台である。主人公の田村は廃病のために舞台を追われ、野戦病院からは食料を不足のために入院を拒否される。現地のフィリピン人はすでに日本軍を交戦相手とみなしていた。この状況下、米軍の砲撃によって陣地は崩壊し、 すべての他者から排せられた田村は、熱帯の三愛と上の瞑想を始める。立志がたい名前の執着と絶対的な孤独の中で、田村にはかつて捨てた神への関心が再び芽生える。しかし、彼が目の当たりにする、自己の孤独、殺人、人肉食への欲求、そして同胞を買って、生き延びようとするかつての戦友たちという現実は、ことごとく彼の望みを断ち切る。 ついに、この世は、神の怒りの後に過ぎないと断じることに追い込まれた、田村は、狂人と化していく。1959年には大英で映画化された。角川エンタテインメントから DVD が発売されている。1959年度キネマ巡邦ベスト10第2位、脚本賞、主演男優賞、ロカルの国際映画祭グランプリ受賞。人肉を食う場面は、映画では、 栄養失調で歯が抜け食べられなかったという処理が行われた。これは映画の持つ表現の直接性を考慮し観客に食べなくてよかったと感じさせるための変更である。キャストスタッフ2015年7月25日に公開された日本映画。1959年版のリメイクではなくあくまで監督の塚本真也が原作から感じたものを映画化した作品である。 監督、脚本、制作などに加え主演する塚本晋也は構想に20年を費やした。制作には出資者が集まらず、自主制作映画としての公開ながら、2014年7月開催の第71回、ベネツア国際映画祭メインコンペティション部門に正式出品。第15回東京フィルメックスのオープニング作品として上演。 第23回レインダンス映画祭出品作品、キャストスタッフ受賞、ありがとうございます。